どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。リ・インボークベースに登場している、衝突する友情よもレンジを、今回は弾いていきたいと思います。前回と同じようにですね、今回も10連なんですが、今、インボーケースはこういう状況でですね、1体ずつ確定枠で確保しようとすると石が900個必要だぞということで、さすがにそこまで引けね、インボーケースはもうこれから月1で来るやつ確実に1体ずつ、確定枠まで引いて確保するよってね、1ヶ月ぐらい前、10増の時ぐらいに言ったんですけど、まさかこうなると思ってなかったんで、全言撤回させてください。すいません。はい。というわけで、インボケベース、もしかしたらね、タタラは1体確保するかもしれないけど、ちょっと今回のインボケベースは、ちょっとスルーということで、はい、お願いします。で、今回は、ヨモさんですね。1体引いていきましょう。じゃあ、早速ね、キャラの詳細の方を見ていきます。これも待ちに、待たれ、もう本当にみんなが望んだキャラだと思うんですけど、すごくイラストかっこいいですね。全体見てみよう。かっこいい。で、ステータス1万乗ってないですね、HP。でもこんなもんじゃないでしょうか。で、攻撃力が500プラスされて、1503、かなり高いですね。で、防御力は401と、最近400台の防御力多いですね、やっぱり。で、専属性キラー、トリプル S マイナスということで、キャラクター、光属性のダメージが 1.8 倍になり、アビリティ攻撃力が500アップ。で、またクリティカル。なんか最近、このクリティカルダブル S プラスのキャラクター結構出てきてますよね。で、アタックポイントアップが A。で、麻痺の迫撃 GS ですね。麻痺特攻ということで、入るも麻痺だったのかな。なんか最近麻痺系のキャラも多いし、今まで流血が多かったのかな、結構ムツキとか。で、カグネウカク発生状態ですね。いつまでも遊んではいられないんだよということで、このセリフから、最終巻の歌戦かな。あれ最終巻だっけ、漫画で言うと。あれちょっと忘れちゃったな。もしかしたら15巻かもしれんけど、歌戦ですね。格ジャ歌相手にしてる時の、ぶっ刺すとこかな。飛来心みたいなところに。はい。で、3ターンの間、自身の攻撃力を 2.5 倍にする、敵前衛攻撃力5倍の3連ダメージ、3ターンの間、敵団体を麻痺状態にする。自分の攻撃力 2.5 倍っていうとこ、フクロウがですね、この前とフェイスで登場したフクロウが 2.75 倍だったのかな。で、敵前衛、重装が何倍だったっけ、重装5倍やっけ、2.5 倍やっけな。ちょっと忘れちゃったんですけど、あいつはデメリットとして防御力が下がるんですけどね。はい。というわけで、こいつの麻痺状態ですね、3ターンの間。麻痺、昔登場したスペシャルのアモンじゃねえわ。有馬さんも麻痺 GS 持ってたと思うんですが、あれどうなんだろうな、今使うと。あれも結局、引いたんは引いたんだけど、促進剤をぶち込んでないっていうね。引く時期が悪かったのかな。はい。逃走ステータスはこんな感じですね。うかく CBS。で、移動レートをプラス3するということで、ちょっと 3D モデルも見てみようか。次こそ守るぞ俺は。よ結構ボイス激しめだね。なんかカグネ、カグネあんまり覚えてないんだけど、やっぱ漫画で見るよりかアニメで見た方が見やすいから、アニメの印象の方が、なんて言うんだろうな、アニメの印象の方が濃いんですけど、こんな感じだっけな。背中からこうビュって伸びてるだけだっけ。背中何もなかったっけ。ただすげえこれなんかあれ思い出すんだけど、このこういう腕見てると、破壊獣っていう漫画のなんかあれ思い出すんだよな。はい、というわけで今回は10連だけ、申し訳ないんですけど10連だけ引いていこうかなと思います。では行きましょう。いやー、フェスゲンをね、コンプするつもりだったんですよ。とりあえずその月1で出してくるインボーケベスのキャラクターを確定枠でまで回して1体確保して、あと出てない、誰だっけ、イリミさんか、イリミさんと、誰だっけな、松前出たし、もうその辺りかな。あと1人いたような気もするんだけど、はい、安定の SR ですね。はい、というわけで、いずれですね、このナキとアモンさんも10連引くと思うんですけど、石を課金したいが、セールが来てくれないことにはなかなかできないということで、はい、またセールが来れば引くと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。